アッシェパルマンティエの基本構造は大きく分けて3つ。ひき肉にしっかり焼き色をつけ重厚に仕上げるミートソースと、ポムピューレと呼ばれるクリーミーなマッシュポテト、そしてチーズ、それらを重ねて焼き上げる料理なのに、サイバ様はクレープを焼いてる。どうすれば、何を求められているの？デザートでも作るのかしら。サポートの2人が困惑するのも無理がない。手ぬぐいの子が動いた。ジャガイモにチーズ、アッシェパルマンティエらしい材料だな。確かこの辺に。あったあった。なんでチリメンジャコ？ジャコの塩の香りがいい感じだけど、何ができるか全然わかんない。こんなことではまともな料理になるわけないわ。二人の考えていることがさっぱり理解できない。いいえ、本当は気づいてるはずよ。思い出しなさい、ナキリエリナ。極性量で触れたものを。あそこではめちゃくちゃな発想同士がぶつかり合うことで、思いもしなかった答えが生まれる。その可能性があった。今二人のやっていることもきっと同じ。それぞれの主張、エゴをぶつけ合うことで、予定調和では成し得ない何かを作り出そうとしているんだわ。それがサイバ様が私たちに課した試し。完璧主義の私から見れば考えられない料理。いいわよ、分かったわよ、乗るわよ。エリナ様、ステーキ焼いてる？そういう料理なのか。いえ、アッシェパルマンティエは本来細かく刻んだ肉やひき肉を使うんで、ちょっとびっくりです。あくまでも王道、最高級美食のスタンダードを志向してきたエリナ様があんなはみ出した調理をするなんて。たった今、ようやく本当の意味で、ようやく今始まったのかもしれない、彼女にとっての研鑽が。そこまで、双方お皿を出すがよい。アッシェパルマンティ実食であ